こんにちは。こんにちは。わらびボイスです。はい。わらびボイスをご覧になっている、ね、毎週ご覧いただいている方にはもうおなじみかと思いますが、今週からわらびと2人です。はい。今までなんかね、は、は、ま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 行の人がい、ま、忘れたんかい。ま、ま、いたような気がするけど、忘れたんかい。もう2人です。これからね、ゆずみたいにね、あの三声でハモっていきたいなと、ラーラーラーと行きたいなと、まあ、というわけで今日はね、わらびーず、あの今後を決める重要な会議を開いておりました。いかがでしたか？チョコたくさん食べました。やっぱね、すごい美味しい定番ですが、キャントリーブーム。あとはこれ美味しかったです。ラングドシャホワイト。そしてマイタケ、マイタケストラップ。まあ、というわけでね、まあ、うだうだと、今後の活動方針決めました。はい。まあ、いろいろね考えておりますが、おそらく今まで着ていたあの衝撃的な、でコミカルなあのピッチピチの衣装着なくなるかなと。いい感じですね。で、あれ着てる当時はあの、ま、もうやめようよ、これ腹入んねえよ、腹入んねえよ、俺やだよ、ま、忘れたんかい。聞く、彼が言ってましたね。彼って誰だろう。彼って何の記憶だろうか。あれ着てる当時、おそらくあの衣装はもう着ないんじゃないかなと。今更ですが。なっていきますね。で、まあ今まで出してた曲もね、いろいろ手を加えてさらに発表していきたいなと思ってます。まあ、しばらくはこうやって、皆さんの元にはステージ上ではねお会いしないかもしれませんが、まあインターネットの世界、そして自宅ではねお会いすることができますので、用がある方は自宅まで来ていただいて。すいません、これ差し入れなんで、よかったらあの食べてください。おいっすねとかね、あとは小包みで元気を送っていただいたりとか、そういうのもやぶさかではございませんので、皆さんもぜひ今後のわらびですね、ご期待していただきたいと思います。というわけで、みんなの応援メッセージ待ってるぜ。